はい、月間先生グループの第3版のレゴチャレンジです。2回目のトライうん、なんかぴったりだね、はい、はい、1回目クリアです。いやー、失敗する前でいこうな。はい、2回目。置いて元に戻らないとダメだもんな、はい、緊張する。はい、2回クリアです。元に戻らなきゃ。はい、これ多分いける、いけそうやね。ここ開けるの忘れてた。再チャレンジすればするほどなんか見過ぎない。お、あ、どういうこと。これなら、はい、1回目クリア。3回まで動かして、はい、3回までは2回で、はい、2回目クリアです。もう一度ちょっと様子見ましょうか。さあ、トーマ先生が止まってボールを掴む、ここまではバッチリなんですよね。ここは非常に安定して動作してます。これがやばい。あとはボールをリリースするときに、あのくるくる回ってる装置にうまく渡せるか。いや、でもそれぞれボールと個性があって皆さん作ってくるの面白いですね。真ん中にも出してみて、おお、いいですね。これは安定だね。クリアですかね。もう一周、いや、あともう一周、もう一周みたい。多分掴むところはね、きっとね、非常に安定感のある掴みで、止まって、ここで掴んで置けばいい、ね、無事置いて転がれば、あの真ん中のくるくる回ってるところでね、あの反対側にボールを送れるか、それめっちゃ緊張するよな。合格みたいです。3、2、1、あ、下ろしてくれ、下ろして、おー、いいな、素晴らしい、おめでとうございます。掴むところは安心してみてやれるんだけど、さあ、下ろすところはどうかに。おお、いいね。一回クリア。さあ、2周目、ここがずっと壁でしたが、2周目どうですかね。まず掴んで、掴むところはもう非常に安定しております。そしてボールを離すところがどうでしょうか。反応するのか、なんか、緊張の一瞬。お、止まった。これはいけるんじゃないか。回って、あ、行きましたね。おー、下ろして、素晴らしい、2周目クリア。掴んで、下ろすときに土台に当たらないということですが、お、スムーズにいった。お、下ろした。いいね。ここで動くときに、あ、いいですね。はい、というわけで、今、掴んで下ろして1周目クリア。次、掴みますね。これボールを動かさないでっていうところが面白いんですが、動かないボールを
安定して掴むにはやっぱりアームが巨大化してますので、それが特徴ですね。だから多少ボールの位置がずれてもがっつり掴めるように、非常にあのお手手の部分が大きくなってますね。やばっ、お前絶対しゃべる。天才だね。さあ、ここや、はい、1回目クリア。この後真ん中の NXT が初期状態にリセットするところがいいですね。さあ、2回目。先生の反応怖いな。ちょっと近づかん方がいいかもしれないね。近かったら超音波センサーが反応怖い。お、まず1周クリア。次2周目。下ろすのが若干ギリかもしれない。下ろして1回。下ろして1回。まあいいよ。これ下ろして1回。下ろして1回。うん、下ろして1周目。はい、1周目クリア。1周目クリア。2周目どうかな。あ、 あ。